西日本鉄道柏浜自動車営業所。柏浜自動車営業所は、西日本鉄道のバス営業所の一つで、福岡県福岡市東区柏浜4丁目11番3号に、所在する。営業所を示す和光。主に、福岡市都心部と東区の柏浜、商用地区を結ぶ路線を担当する。新宮営業所、土井営業所、 かなたけ営業所と共同運行している路線もある。福岡県福岡市東区かし浜4丁目11番3号。かし浜地区と天神地区、西神地区を結ぶ路線で、主に、かし地区かし浜地区と地区、かし浜地区、アイランドシティ地区天神の需要がある。22から1.23から1番は、箱崎ふ頭経由であり、貝塚を経由しない。 天神北ランプ経由の 22T 版は平日のみ運行されていたが2010年3月27日のダイヤ改正からは毎日運転されるようになった。22T と 22N の一部の朝の便は天神からそのまま 22N 海岸通り、または運輸支局経由及び22から1番か C 浜営業所域となる。 2014年11月1日改正で一部便が藤崎まで延伸され、菓子井商用3丁目発着の大半がアイランドシティへ移転した子供病院経由となった。同時に一部の便が四方団地、近方面へと運行するが、そちらは金竹営業所が担当している。22番 22N22T の一部は金竹営業所と共同運行となった。 2015年3月21日より 22N に天神発の直行便が新設されたがそちらは新宮営業所が担当である。22N22T の土井営業所行きは土井営業所が担当である。菓浜担当便の一部はアイランドシティ商用で乗務員の検知室待機がある。菓地区から菓浜を経由せずに天神へ向かう路線であるが都市高速経由は カシ浜地区を一部通る。下原地区からの乗客は、大半が、カシ地区で乗り降りする。カシ火園発着は午前中の天神方面行き、午後以降のカシ花園の行きは、牧野美公園を経由する。23から2番は平日、土曜の朝にカシパークポート行き、同夕方に天神行きが運転される。平日朝1便のみ、新宮営業者の応援運用がある。 柏浜地区と博多駅、板月地区を結ぶ路線。現在は29番、29N が含まれる。なお、博多駅はすべて博多バスターミナルに乗り入れる。雑所の熊営業所が担当する40番と、五福町板月7丁目間で重複する。ダイヤの調整は行われているが、あくまで別路線であり、29番 29N を、 雑書の熊営業所が運行することは確認されていないが、か浜営業所の路線図には40番の記載がある。なお、各、曜日とも、博多バスターミナルからの始発便は、か浜営業所が担当しており、か浜営業所から博多バスターミナルまで改装され、29番として、2016年6月18日改正までは40番として、運行。 板付7丁目まで運行し、到着後は29番の始発便として折り返す。博多バスターミナル板付7丁目に関しては40番と、完全に重複するが、時刻表では29番として扱われている。一部は、アイランド式商用で乗務員が、現地室退勤する便もある。出入庫は平日、土曜は 29N で行う。日祝日はで出庫し、 キャナルシティラインの運用についた後、入庫は改装博多営業所かシーハマ営業所で行う。ラッピングを施した。専用車で運行する。海の中道への速達便として、天神から都市高速アイランドシティマリンワールド海の中道を経由して大竹を結ぶ路線である。現在、通常運行は土曜休日しか運転されないが、マリンワールドでの夜の水族館営業時間を。 夜まで延長実施時には、平日にも夕方から夜の一部で運転されることがある。土曜、休日も同様。かつては、シングル、ヒバル、中川の各営業所も担当していたが、現在は、柏浜のみの単独となっている。ただし、海の中道海浜公園にあるサンシャインプールの営業時期は、 サンシャインプール直行便も運されて、ダイヤが変わるため、他の営業所が担当する便もある。2009年度では、カシ中川、ヒバル、ドイが担当だったが、2010年からはからカシーハマ、シドイ、海が担当。2013年度からはこれに、吉塚が加わるが、海は2018年度は担当しない。2010年4月26日からは、 行き先番号21バイトで運行され、同年9月30日までの期間限定で、平日にも運行された。千早駅とアイランドシティを結ぶ路線、2009年1月30日から運行開始。1年間の試行運行としていたが、その後も試行期間を延長して運行が続けられた。アイランドシティの開発主体である博多港開発と、 アイランドシティ内に立地する企業を5社で構成するアイランドシティ、千早駅、シャトルバス運営委員会が運営主体である。運行開始当初は日曜、祝日は運休でラッピングを施した専用車を使用していたが、後に通常の中型車に変更された。2014年11月1日のダイヤ改正で正式運行となり一部を除いて、 子供病院を経由するようになったほか、日曜、祝日にも運行を開始し、車両は大型車に置き換えられた原則としてノンステップ車を使用、ワンステップ車が入ることもある。2016年6月18日のダイヤ改正にて、直行は快速1番に変更。千早駅とアイランドシティを結ぶ路線。2009年1月30日から運行開始し、 一年間の試行運行としているアイランドシティの開発主体である博多港開発とアイランドシティ内に立地する企業5社で構成するアイランドシティ千早駅シャトルバス運営委員会が運営主体で当初はラッピングを施した専用車を使用していた現在は通常の中型車で点日曜祝日には運転されなかったその後一番が新設された代わりに廃止 現在の300とは無関係。1985年頃に登場。数年で廃止された。かつて運行されていた24番福岡タワー、発着便の代行路線であるが、2007年3月26日改正より、この路線とほぼ同じ経路の路線が設置された。24番系統は、貸市区を経由していたが、東系統は、千早駅経由となっている。 また、平日朝に限り、天神、タワー方面に快速が運行される。土井営業所と共同運行している。2008年3月15日改正より、アイランドシティ、カシーハマ営業所系統は4の1番に改版された。2009年1月30日より、アイランドシティ内の商用小中学校前まで延長された。2010年3月27日のダイヤ改正で4番は、 千葉や経由が千葉や四丁目経由に変更された。また増便もあり、千葉や駅、天神発着が多くなった反面福岡タワー、発着は減便された。2010年10月16日のダイヤ改正で4から1番が廃止され、4番は土井営業所の単独運行となった。滋賀島と貸子地区、天神を結ぶ路線である。 カシー営業所が担当するようになったのは2007年3月のダイヤ改正から、この時に4番がカシーハマとドイの両方が担当するようになり、カシー担当分が減少されて車両に余裕ができたため、道路線の A 系統に限らず他の A 系統もカシの手前で都市高速へ入るため5条には注意が必要である。また、平日の一部の 21A 系統は210。 系統と循環運行しているが、2009年9月のダイヤ改正からはこれまで 21A210 番のみだったループ便は休日及び210番 21A のループ便も設定された。新宮営業所との共同運行路線であったが、2013年3月16日改正から、再び新宮営業所の単独運行に戻されている。このほか、貸切車が1台配置されている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。